皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、ふくらはぎを細くする鍛え方というのを紹介しようと思います。基本的にですね、ふくらはぎを鍛えるっていうとカーフレイズっていうのが一般的なんですが、ちょっとやってみます。こういうかかとを上下さすトレーニングをカーフレイズと言うんですけども、よくね、ふくらはぎを細くしたくって今のやつをやってしまってですね、逆にふくらはぎが細くならずに太くなるっていうパターンがね、とても多いです。というのも、体重がしっかりねかかってふくらはぎを動かしているんで、ふくらはぎが筋肥大する場合がねとてもあります。ランニングとか、あとはクラブ活動でね、しっかり、例えば思春期の時期に運動部だった人とかはふくらはぎの筋肉が発達しやすいので、そういった方が今のカーフレイズをやってしまうと 100% 太くなります。じゃあどういう鍛え方をしたらいいのかっていうのを今日紹介しようと思います。まずですね、普通に座った状態で足を伸ばして、足を前にだんだん出していきます。この時につま先が少し浮いてきたところで、つま先をつける感じでまず鍛えます。で、なぜこういうことをするかっていうと、体重がかかってふくらはぎを使ってしまうと太くなってしまうので、あまり体重がかからない負荷の軽い状態でふくらはぎを鍛えることがふくらはぎを細くするには効果的です。こういった感じで少しこのつま先がね浮く感じの状態で、ぐっと力を入れて足の裏を全部つける感じでふくらはぎを動かします。こういった運動をだいたい20から30回左右やってください。で、今度はですね、立った状態で足を軽く伸ばして休めの状態ですね、その状態を作ってまっすぐにしてる足にできるだけ体重を乗せます。8割ぐらいこっちに乗せます。そしてこっちの足でかかとを上げていきます。膝は伸ばした状態です。軽く休みを出した足の位置ですね、あんまり出しすぎず近すぎずで軽く伸ばして、これでかかとを上げていきます。あんまりこっちに体重乗せてはダメです。こっちです、体重は。これでかかとの上げ下げ両方ともこういう感じでふくらはぎを使ってください。今の2種類の動きを20から30回左右同じようにやってください。で、ランニングとかね、ああいうのはふくらはぎをちょっと使いすぎちゃいますし、あとはウォーキングも、もちろん体重が重い方は歩きすぎるとふくらはぎ太くなりますから、基本的にはよく歩く人はね、ちょっとももを気持ち上げる感じでふくらはぎの負担をなくして、ももに負担をいかせてふくらはぎをあんまり疲れさせないように、筋肉を使いすぎないようにしていくことがふくらはぎを細くする方法です。一般的にふくらはぎが太い人っていうのは使いすぎているか全く使っていないか、もしくはむくんでいるか、いろんなパターンがあるんですけども、基本的には適度に使ってしっかりほぐす、むくまない食事を心がけるっていうことをね意識すると、太ももがもし太くて太っててもふくらはぎはね細くなってくれますから、ふくらはぎはね意外とダイエットとはねあんまり関係なかったりするんで、ふくらはぎをしっかりね細く仕方っていうのを分かってれば必ず細くなりますんで、ぜひ今回の動画みたいに参考にしてもらえたらと思います。今日もご視聴ありがとうございます。説明欄にですね、ダイエットの太ももの痩せの方、太もも痩せとかね、あとはふくらはぎの細くする方法とか、まあ動画のね、言葉で言ったこととかを文章にまとめてますんで、よかったら説明欄のブログにも遊びに行ってください。今日もご視聴ありがとうございました。